ゃくなっちゃってる。でもすごい大事だから聞いといて。ドリブルしてまず止めるじゃん。で、この相手をまずこっちに動かすために小指で出す。じゃ止める。で、ついてさ、じゃ今ここのスペース空いたでしょ。次はこのスペースに向かってボールを転がす。で、ファルカンのやり方なんだけど、転がしたら足を前に振る。こうやって前に。前に振って、そう。振って、通過したらボールをキャッチ。で、今、空いたここに来たから、ここから自分の右足を引いて、小指出す。OK? 左に来た人は、ボール止める。小指でここのスペース出す。止める。で、自分の前通過させる。引く。こっち。OK?